どうもこんにちは、こんばんは、エルザレットと申します。今回は原神を始めての方に向けて星5キャラのおすすめを紹介していきたいと思います。個人の感覚により変わる部分ですが、原神を始めたばかりという点を置いて順位を考えてみたいと思います。また今回の動画では各キャラの操作画面は出てきません。今後の動画でアップしていく予定です。それでは本編に行きましょう。まずは星5キャラを見ていきましょう。モンド、リーユエ、イナズマの3つありますが、キャラクターの数見ると多いですね。で、今回ピックアップするところとしまして、まず条件決めをしていきたいと思います。で、まずその一つとして、イナズマのキャラクターですね。それ以外を対象としていきます。理由としては、マップの開放の速さを考慮したときに、イナズマに入るまでの時間を要するため除外となります。どうしてもね、何十時間と時間がかかりますのでね。仮に神里綾子をゲットしたとしても、稲妻にたどり着かなければレベル上げが厳しくなるためです。では、その点を押さえた上で順位を出していきたいと思います。こんなような感じになります。ケースはジン・デュルック・モナですね。こちらの3体は常設。ガチャでも出るキャラです。で、A ランクは、カーン・ショーリー・ウェンティ・ナナ・国勢・アルベトと。で、B ランクは、エールはタルタリア。クータをショークレイ神格となります。各ランクで分けた時に左から順にグループの中でも上位になるという風になってます。で、今回は扱いやすさと育てやすさですね、こちらの方で順位をつけてます。右上の方にもありますので、そちらも参考にしてください。それでは早速 S からいきましょう。 S ランクですが、圧倒的にジンです。理由としましては、アタッカープラス回復ヒーラーですね、こちらを一人でこなせるカラーです。またスキルの吹き飛ばしも優秀で、ある程度一人で完結できるというのも大きいです。回復量は攻撃力依存になりますので、通常攻撃でも回復発動でき、とても魅力的なキャラです。序盤はとにかくキャラコンを覚えるのが難しかったり、元素反応を狙うというのが難しいので、ある程度火力をね、一発で持っていけるジンとしてはいいのではないかなと思います。続いて、貴重な炎元素体験のディルックです。スキルが3回攻撃なので扱いやすく火力も出やすいです。探索の際に鉱石なども壊しやすいですね。ただし周りの草を燃やしてしまうので、知らないうちにダメージをいっぱい受けてしまうこともあるので管理が大事です。元素爆発もかなり優秀です。続いては移動手段の手軽さと元素爆発によって火力が簡単に漏れるモナです。武器の強化の際に素材消費を確率で抑えてくれるという効果もあって節約にもつながるキャラです。序盤はなかなか素材が手に入りづらいのもありますので、こういったのを最初から持っているととても役に立ちますね。あとは元素爆発でチームの火力を上げてくれるキャラなので、腐りにくくずっと使えるキャラです。育成素材が集めにくい一面もありますが、それを上回る性能なので、この順位としています。一番魅力なのは水上の上を走れるということですね。これによってマップ探索がかなり楽になりますので、一人はいるといいかなというところです。続いてからは A ランクです。氷元素の弓キャラのカウンです。銃撃のダメージが強力なことと、水キャラに対して凍結が強いこともあり、この順位となってます。ただ成長させるには素材の精神が探しにくいというのと、あとは会心を上げるための生物厳選が大変なので、このあたりとなってます。個人的には一番お世話になったキャラで、育ちきれば銃撃である程度無双もできるキャラだったので、おすすめしたいなというところです。ランクを気にしなければ、カーンはいいよというような感覚ですね。では続いて、相手を石化できる元素爆発とシールドの交代級が売りの勝利です。1アカウントに1人勝利先生ですね。ただこのキャラに関しては火力や耐久を伸ばすには HP を上げる必要があったり、メインの攻撃はそこまでダメージが伸びないという面があります。どうしてもサポート寄りなんですよね。あと国勢と同じで素材の石箔が集めるのがとてもしんどいという面がありますので、育てにくさもあるかなというところでこのぐらいの順位です。ただ上位に来てるってことはそれだけ強力ってことですね。シールドがあればもう他はいらないっていうぐらい強力なものも貼れますし、元素爆発もそれなりに強力で回転率もいいので、かなりのおすすめキャラです。では続いて、数を操って高いところに移動できたり、爆発で敵を集めたりできるウェンティです。雑魚処理性能が非常に高いので、まとめて倒すのにはもってこいのキャラです。
ただ火力がどうしてもサポート寄りなので、メインとして使うには難しい一面があります。序盤はそこまで火力が気にならないので、移動用と雑魚用処理と考えれば、とてもいいキャラです。特に弓っていうのもいいですね。何かとギミック使うときは弓も多いですし、移動するときっていうのも風を楽々使えますので、スタミナの温存にも使えて、かなり楽なキャラとなります。続いては氷元素片手剣の回復サポート役のナナです。よくジンの劣化版みたいなことを言われますが、それは回復の瞬発力が低いからです。ジンと違って元素スキルの発動後に敵を殴るとか、あとはお札を貼り付けた相手で殴らないと回復ができないという効果になってます。そのためジンよりも手間取る分低めとなっていると。まあ劣化版っていうのはここがゆえんですね。ただし、この中では低いというだけなので、バーバラのように移動中に気軽に回復ができる面はとても強いです。また、スキルの氷を張るときは、一定時間ごとに攻撃をしてくれます。そういった意味では氷属性を相手に付与することができるので、水属性のキャラとも相性がいいです。続いて、国星は雷元素の片手剣のキャラクターです。移動技を兼ね備えたスキルと回転率の高い元素爆発が売りです。可愛さはトップレベルですね。ただ元素スキルを軸に雷をまとって立ち回るのが基本となるため、キャラコンを必要とします。いいダメージを出すにも生物の育成など大変だったり、爆発力が控えめなのもその理由ですね。最初の方は気にならないんですが、後半、熟成してきた頃に他のキャラでも代用できるなってことが多いキャラクターの一人でもあります。続いてはアルベトですね。勝利に並んで優秀なキャラクターです。スキルが移動用に使えたり便利なキャラクターです。ですが防御力が火力に直結するため防御力を最初から盛るのが難しいんですよね。生物を見つければ問題はないんですがなかなか難しいです。あとはイベント武器で防御力を上げる武器もあったんですが現在それは取得不可となってますのでガチャを引くことを考えるとちょっと難しいかなというところです。ただし、ユアパーティーを組む際にはとても重宝するキャラクターとなっており、能力の理解が難しい面、慣れてしまえば、かなり、良キャラとなります。それでは続いて、B ランクに行きましょう。最初は氷元素体験のエルアです。このグループの中では上の方に来ていいキャラだと思います。A に行かない理由としては、元素爆発の扱いにくさそう。育成素材の凝結の花ですね。こちらの獲得までの時間がかかるからです。通常攻撃などの火力が爆発に影響するので理解してないときついっていう面があります。ただこのキャラクター自体は高火力が出せるロマンキャラでもあるので当たりの部類ではあるんですよね。なのでまあ最初の頃はきついけど後半慣れてきて理解してくると火力が一気に稼げるというところになります。では続いて、集団戦で力を発揮する水元素の弓キャラ、タルタリアです。元素スキルによって弓からに投入に変わる能力を持っています。元素スキルの効果時間が長いのがいい点でもありますが、解除してから弓に戻るとスキルの回復までの時間がめちゃくちゃ長いです。どれくらい長いかっていうと、もう一人アタッカーが必要になるくらいですね。なので、場合によっては一人で完結できないということもあり、扱いづらさからこの順位となりました。また、育成の面で言うと、純粋精霊という序盤でも最難関のボスが出てきますので、そいつを倒すことを考えると、まあ、手間と労力、考慮しても難しいかなと思います。ただ、このスキルに関しては、1突2突とかしていくと、時間の方が短くなるっていうのもありますので、まあ、突を狙うなら課金をするならありかもしれないですけど、通常運用するっていうのにはかなりの慣れが必要かなと思います。続いては炎元素の槍キャラ、フータオです。元素スキルは地上行為による炎元素付与と爆発による回復です。フータオは HP によって火力が大きく変わる仕様となっています。そのため常に HP 半分以下に管理し、ギリギリの状態を維持するのは初心者に難しいと思いこの順位にしました。ただし育成が進めばキャラの中でもトップクラスの火力を出しやすいキャラです。僕自身も愛用していますが生物がすれば3から5万のダメージをポンポン出せますので持っておいても損はないキャラです。ただし、生物の厳選であったりあと武器ですね、5万の槍という武器がありますがまあ、この専用の装備を持ってるっていうのが条件がいろいろ揃ってきますので、まあ、序盤持つには難しい。慣れてきた後半で手に入る分には問題はないというふうになっています。
続いては風元素の槍キャラショーとなります。元素スキルは突進攻撃で2回発動できるものとなります。元素爆発は自傷ダメージを受けながら自身を強化し多くの敵を巻き込める攻撃ができます。ジャンプ銃撃が本当魅力的なキャラですね。盾持ちだろうが関係なくダメージを当てることが可能です。で、元素スキルと爆発はともに優秀なんですが、元素爆発発動時に自傷ダメージが発生しますので、HP 管理の難しさと合わせて育成素材の未熟の玉石ですね。こちらを集めるのに時間がかかるということまで順位が下がってます。正直強いんだけど、初心者にはかなり難しいかなと、管理することが多いっていう面があります。あとは、強力な武器を持っていないといけないとか、生物の源泉を細かくしていくと何かと火力が下がりがちというか、まあそこら辺を補えるものの考えるところが多すぎるんですよね。なのでまあそういった意味でも初心者は難しいかなというキャラです。続いてはクレイです。炎元素の放棄キャラクターですね。貴重な放棄キャラクターなんですが、モナと違って爆弾を投げての攻撃となり、ある程度の射程が短いキャラとなります。銃撃も上から爆弾を叩きつけるといった攻撃となっています。また、スキルに関しては設置型であり、爆発はファンネルのような追従型の攻撃をします。ここまで聞くとかなり強そうなイメージを持たれると思うんですが、撃たれ弱さの部分と素材集めですね。このあたり考慮して順位が低めとなっています。ミニマップにモンドの特産品表示とか鉱石の採取などにもかなり楽なキャラクターなんですが、やはりキャラ特有の扱いにくさですね。ここは慣れないと難しいというところもあって、まあ初心者向きではないかなということも考慮し、この順位としました。ただ可愛さはありますのでね、好きであれば育てるのはありなキャラだと思います。最後のキャラは氷元素の槍キャラ、神格です。このキャラクターは氷サポートに特化したスキルを持っており、パーティーに氷キャラを編成した時に力を発揮します。ですが、強化スキルのボタンがそもそも単押しなのか長押しなのかで効果が変わったり、単体で完結することがかなり難しいキャラとなってます。それから順位が低めとなっているんですが、さらにその順位が下がる要因としまして、唯一、このメンバーの中で一人だけ稲妻での素材が必要になるんですよね。まあこれはもう出た時期が仕方ないのでどうしようもないんですが、まあその稲妻まで行かないといけないという要因がありますので、まあそれも合わせて再開となります。ただし氷パーティーでは強力なバフ要因となっているので、そのうち欲しいキャラクターではあります。ということで初心者におすすめの星5ランクを分けてみました。特に S ランクは常設ガチャでゲットできる可能性があるので、そういった面でもいいかと思います。実際に使ってみて、プレイヤーごとに扱いやすさやゲットしている星4との編成バランスもありますので、一概に正解とは言いません。前提としてソロプレイである素材採取やボス討伐の難易度を考えるとこんな感じかなという気持ちで参考にしてもらえると嬉しいです。素材集めに関しては、プレイヤーのスキルやフレンドの協力によって順位は大きく変わると思います。上手い人に手伝ってもらえるのもありですね。何はともあれ好きなキャラを一人しっかり育てて強くするために何をするか理解するのが一番いいかもしれないです。今後も解説動画頑張りますので、応援してくれる方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。